ママ。はーい。今日のお昼ご飯は何？はい、今日はおうどんとそうめんを用意しますので、天ぷらあげたいと思います。これね、昨日ね、ママにね、言ったらね、天ぷらは夜でいいんじゃないのって言われたんですけど、私がね、やっぱうどんやそうめん食べるとき、天ぷら食べたいんだよね。ということで、天ぷらいきます。天ぷら粉はもうあれ。コツのいらない天ぷら粉。もうあれが一番好き。で、炭酸水入ってて、あと氷をちょっと何個か入れて冷やしてあります。それで揚げていきます。はい、こんな感じで結構柔らかいと思う。なんかナスってそばとの相性が悪いらしいの、だけど夏にさざるそばにさナスの天ぷら食べたいんだよね、美味しいんだよね。はい、あと次はししとう、はい、昨日パパが焼き浸し、私ずっと煮浸しって言ってて申し訳なかったんですけど、ね、あの時の半分ぐらい残してもらって今日はこっちあげます。ししとうって火通ったらあんなに甘いっていうかね、辛いイメージがすごいあったんだけど、ね、すごい甘くなって美味しいと思って、私はああいうのいいですね。辛いものが好きじゃないからついつい敬遠してたけど、あれはいいわ。料理の仕方によってね。ね、いいね。うん、ちくわ、はい、今日はちょっと磯辺にしないんですけど、このままいきます。ちくわも本当に一瞬ですね。塩コショウとかもちょっと味付けとかないと今から慌ててる、申し訳ないんですが、どうですかね、はい、ほら、あっという間、衣に火が入ればもう問題ないですね。野菜は、はい、このぐらいでどうでしょうか。はい、OK。 ちくわは野菜じゃないね。まあいいでしょう。はい、じゃあ次は一番のメイン、はい、お肉。はい、豚、うん、鶏胸、いわゆるかしわっていうのかな。かしわ天、かしわ天。つまりこの胸肉を揚げるようになったな、丸亀製麺さんの影響ですね、これ息子が大好きなんですよ。今日はちょっと大きめに揚げてます。いつもはもっと薄く数を揚げるんですけど、こんな感じでどうですかね。ちょっと今日大きめなんで少し長めに揚げてるので少し衣がきつね色みたいになると思います。いいね、ね、いい、はい、かしわ天ですね。はい、こちらで完成、はい、こうやってね、衣が余った時専用なんですけど、この韓国海苔、普通の海苔でも OK です。うちはあのちょっと味がついてる韓国海苔の方が好きなんでこっちでやるんですけど、半分こうやってつけて、じゃん、海苔天。それでも余ったらこの衣だけを中に入れて揚げ玉にしちゃう。これね、海苔やった後にちょっと海苔がね中に残ってて意外といい。はい、海苔天はこんな感じ。はい、海苔天完成で、余った衣をねこうやってやるんですよ。多分箸3本でやった方がいいんだろうけど、ちょっと今ないんでこれでやっちゃいます。余った時に、しかも時間がある時だけやるんですよ。もったいないんだよね、こんなちょっととはいえ。ドバーってやりたいところなんですが、こうやってやらないとね、丸くこの中に点々点ってならない。これをいつもこうやってやります。こんな感じかね。あとたを入れて。こんな感じで、ささっと。はい、隣でそうめん茹でます。おそうめんの茹で方ね、この間本番の方にね、教わりましたけど、お湯を沸かして、ここにおそうめん、はい、入れます。はい、こんな感じかな、で、軽くこうほぐして、で、蓋をして、もう火を止めちゃう。これで止めて、2分、はい、2分で、じゃーん、おー、すごい、こんな感じですね。で、お湯をこれで振ります。これね、さっきのあのうどんの時によく使うんですけど、あの湯切りがね、使えないんですよ、細くて、そうなんで、うちは直にこっちでやっちゃいます。一回水を張ってるので、まあ熱くなりすぎないで、ゴシゴシやってね、いいんだよね。そう、これが全然わからなかったんですよ。すごい細いから切れちゃうんじゃないかと思って、すごい優しくやってたんですけど、この茹で方だと全く切れない。私がね、今まであのそうめんを茹ですぎてたんでね、それも良くなかった。これだとね、どんなにゴシゴシやっても切れない。すごいよく締まるし、助かりますよ、こういう方法は。あと、氷水につけとくのもダメなんですね、出すときに。こういう冷たいさ、氷のせる人、氷だけならいいでしょ。氷だけもダメらしいんです。水につけとくのも、氷に直に当たるのもあんまり良くないんです。ここでギュッと締めるのがやっぱり美味しいそうめんになるらしいので、それをね、忠実に守っていきたいと思います。うお、いいね。ギュッてそこでやっちゃうわけ。こうってやってもいいらしいの。そう、ね、でもちょっと私ね、力加減がちょっとすみませんわからないのでこれで失礼します。ラーメン屋さんみたいで申し訳ないんだけど、ちょっとね、加減が私にはまだ難しいです。そうめんは息子くん用なので、はい、あ、そう、気づきました、今日息子くんいるんですよね。
今日ね終業式だったんでもう帰ってきてて、今日はね給食がないのでおそうめん入れましたのでね。はい、はい、それでは今日のお昼ご飯、ざるうどんとそうめんに、はい、はい、天ぷらたっぷり揚げました。つゆは、あ、おつゆね、これそうめんのつゆ、はい、ちょっと濃いめに作ってあります。あんまり濃かったらあの氷とか入れてちょっと薄めていただいて、はい、ここの辺は薬味ですね。この辺はお好みでかけてもらいたいと思います。はい、はい、お昼ご飯できましたので取りに来てください。はい、ありがとう。はい、それではいただきます。はい、真っ先に何に行くかな。海苔、お、海苔だった。あ、意外にお醤油でもいいと思って。めんつゆで大丈夫？うん、あ、よかった。はい、あと薬味もお好きなようにどうぞ。息子くん、柏天大好き本当によかった。ママはね、ししとうの天ぷらが気になったのでいただきます。うん、うん、あ、やっぱ火が入ると違う。辛くない、うん、辛くない、美味しい。パパやっぱナス、ナス好きね、パパね。ナスがいい。うん、はい、とろとろうまいね。ねえ、ナスいいよね、うん、ではね、息子くんのとこにあるおそうめんね、ちょっとこの茹で方でそれをお試ししてもらいたくて。どうです、あれ、うん、違う、いつものそうめんと。あの、柔らかすぎないし硬すぎないと思うんだけど大丈夫そう？うん、うん、すみません。こうやってね、一つに盛っちゃってるんですけどくっつかないんですよ。ね、それがいい。で、お弁当にするときはこう一口ずつ丸めてお弁当のこの芋の中に入れればいいっていうふうに聞いたので、うん、いつかね、ちょっとお弁当バージョンもやってみたいと思ってます。これで安心してね、作れるなと思って。あ、もう天ぷらいっぱい食べておりますね。あの、お昼にね、いるのがね、ちょっとレアなんですよねでこの後ね、夏休みに入りますので、しばらくはね、息子くんとも一緒のお昼ご飯になると思います。ママ、はい、今日のお夕飯は何？はい、今日のお夕飯なんですが、私ほとんど何も作っておりませんというのはね、今日は息子くんがね、1学期の終業式だったので、息子くんの好きなものを食べてもらおうということでね、希望を聞いたんですよ。したらね、はい、こちら、これが食べたいということで買ってきました。作ったのはちょっとあるんですけど、メインは全く作っておりません。こんな感じなんですけど、まあ、ご説明しますと、これはカツオですね。今ね、カツオ安いんですごくお得です。で、マグロで、この手前ブリっぽいんですよね。実はこちらベイシアプレミアムのブリヒラと言います。実はベイシアの、まあ、あの卸会社と近畿大学の共同開発で作った養殖魚だそうです。少し前から販売してたんですけど、なかなか食べる機会がなくて、あの息子くんがずっと気にしてたみたい で今回あの買ってみました。ブリのメスとヒラマサのオスを掛け合わせているそうです。息子くんの方がよく知ってますはい、ということで、では食べましょうか。はい、はい、それではいただきます。はい、真っ先に醤油つけてみる。醤油もどうぞ。わさび、それだけでいい？一応2つ持ってきた。あ、パパはわさびどうぞ。わさびとこれ、あの、そう、これね、すいません、あの、よくアメリカンドッグとかドレッシングとかでよくなるこのパックなんですけど、裏がね、2つなんか入ってて、見たらね、うま辛卵黄ソースってちっちゃく書いてあるんですよ。私これ初めてで、ちょっとね、試してみようと思います、ね、ちょっといきます。2つあると、じゃあパパも使っていい？うん、いいよ、食べる。うん、うま辛卵黄ソースだって、うん、ちょっとママも初めてなんで、まだ何も味言えないんだけど、まあ、辛だから少し辛いかもしれないね、うん、ピリ辛ぐらい、こんな感じですね。うん、ブリヒラ美味しい。ああ、本当よかった、うん、よかった、いっぱい食べてね、食べたくて買ったんだからね。あ、ちょっとピリッとくる。そう、今ね、息子くんのとこちょっとごめんね、借りるね。はい、今日のサラダ、シャウベッセのあのスライスのですね、少し前にお昼の時に使いましたけど、今日はね、息子くんのサラダに山盛りで乗っております。増量中倍ぐらい乗ってます、私たちの。そりゃそうなんですよ、だって初めて食べるんだからね、せっかくと思って山盛りにしましたね。おお、マグロも食べてくれる。うん、いいよ。美味しいよね、マグロ。マグロ美味しいよね。美味しいよね、好きなの食べてください。このソース食べるの多分初めて。はい、ちょっとすみません、いただきます。そう、食べるの初めてか。初めて。あ、本当に。あ、ね、ソースうまい。うまい。うん、カツオたたきっていうとイメージが、じゃあカツオ食べてみよう。うん、生姜とさ、あさつきでなんか食べるイメージあるけど。おいしい。あ、よかった。あ、食べられるカツオ、うん、とろっとしたソースなんだよね。で、結構ね、あと引く辛さだけど、これが意外とうまいね、うまいよね、うん、おいしい。今日はね、焼かないタイプにしました。この間私たち焼いたんですよね。焼かなくても今日はサラダだからと思って。チャウエッセンってこの太いっけ。これは太くなってて、それをこうスライスして売ってる。普通はほらこういうウインナーでしょ、それとはまた違うスライス ね、スライス、シャウエッセンスライス。うん、いっぱいお食べ、うん、ね、いい、
食べたくて買ったんだからさ、ね、うん、これから夏休みこの宿題頑張んなきゃいけないんでね、ね、いっぱい食べて、ね、夏休みもね宿題頑張りましょう、うん、はい、じゃあ今日はこの辺で失礼します、バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。